はい、おはようございます。メイカーライフ代表の堤です。よろしくお願いします。はい、昨日から毎朝配信、しているんですけど、朝って言ってもね、昼前ぐらいになっちゃったりするんですけど、10分ほど、基本的には編集なしでやっていきます。ですね、介護のこととか、自分のこととか、いろいろちょっとお話ししていきたいなと思っております。おとといまで、登録者数が84名だったんですけれども、昨日配信して、ですね、お願いしたら2名増えていらっしゃいまして、ありがとうございます。86名ですね、今日。すごいですよね。ありがたいことです。はい、今後ともよろしくお願いします。ということで、早速、今日もすげえいい天気で、外出される方はですね、マスク、手洗い、しっかりやっていきましょうというところですね。はい、じゃあですね、昨日僕は認証カフェの話途中でしたけれども、セミナーも行きますよっていうか、交流会みたいなの行きますよって話をしたんですが、まずその話からすると、ですね、創業手帳さんっていうですね、企業というか、法人作ったらみんなに届くような、起業家の母子手帳みたいなものを作成されている、会社さんで、そちらの主催のセミナーに行ってまいりましたと。ですね、起業家さんとか起業して間もない方とか、起業検討されている方向けの、セミナーだったりしたんですけど、その中で夢とか目標とかっていうのを、発表するみたいな、セクションがあって、そこで、僕ね、一人一人発表するもんだと思って、で、発表したい人って挙手制で、言っていたんですが、誰も手を挙げてこないので、僕そうパッと一人手挙げたんですけどね。で、一番最初に、話をして、緊張しましたね。はい、人前で話すっていうのはやっぱり緊張しますね。こういう感じじゃないですからね。結構な数が、結構っつっても多分50、60人いたんじゃないかと。言い過ぎかな、わかんないですけど、そんなにいないかな。それぐらいの方がいて、緊張しましたよね。で、みんなね発表するんだと思ったら、結局僕が長く話しすぎちゃったのかわかんないですけど、結局発表したの私一人っていうね、結果で終わりましたというか、なんかね恥ずかしかったですけど、でも夢を語るとか目標を語るっていうのはいいことかなと思ってます。なので皆さんも夢とか目標とか、恥ずかしがらずにバッとね言ってしまった方がいいんじゃないかなと思います。そう、それで、あとはセミナーが終わってから、話しかけてくれた方がいらっしゃって、でその方は映像クリエイターの方だったんですけど、施設とか入られていて、でなかなか外出ができないような方のために、桜の映像を届けてあげたいって言っていて、なんかそれってどうなんですかって言われたんですよね。介護の仕事をやられている方からしたらどうなんですかって。でも僕らは当たり前のようにすごくいいことだと思うし、やってもらいたいことなんですけど、やっぱりそういう知識とかあまりない方からすると、ちょっとやっぱり不安なのかなって思いました。なんかそういうふうに考えないで、きっと喜んでもらえるとか喜んでもらいたいっていう思いがあるんだったら、そういうの関係なくどんどんやってほしいと思いませんかね。なんかワンクッション置いてしまうと、それだけ時間かかっちゃうし、できるだけすぐそういうのはやってほしいなって思うので、こういうこともねどんどん発信していって、地域の方に知ってもらって、でこういうことをやったら喜んでもらえるかなっていう思いをいっぱい貯めていきたいなって思いますね。貯めるというか、もうそういう考えを持ってもらえるような地域、国になってほしいなって思っていますね。はい、なんかそんなことを考えさせていただけるようなセミナーでした。じゃあですね、認知症カフェの話なんですけど、どうして興味持ったのかなっていうところから、話、ね、していきたいと思います。地域で、と、介護とかねについて気軽に話し合える場っていうのがやっぱり身近にあった方がいいなって思ったことと、あとは地元の同級生と、話をしていて、でその同級生が、高齢者が気軽に集まれる、しかもなんか気軽に気兼ねなく集まれるような、場所を作りたい、集いの場を作りたいって言ってたんですよね。なんかそれって、認知症カフェみたいなところあるなっていうふうに思っていて、そういうのを自分の周囲にも作りたかったと思ったんですね。で、いろいろ調べてみたんですけど、なんかねあんまりないんですよね。あるにはあるんですけど多くはなくて。でやっぱり自分の地元とかには、自分の住んでいる、町にはあんまりなかったんですよ。なので、まずは自分の周囲から、増やしていきたいなと思って、自分のところでと思うんですけど、これね結構どうなんカフェ、開業っていうか、開くとするとやっぱり、お金かかるんですよね。お店を開く、その家賃代とか、維持費みたいないろいろかかってくると思うんで、ちょっと現実的には無理があるなっていう感じがしていました。で、じゃあどうしようかなと思って、今僕は自分の自宅を、会社として、開いているので、じゃあそこをカフェにしちゃおうと。カフェって言ってもそんなにあれですよ、すごい綺麗なとかじゃなくて、気軽に集まってもらえるような、なんというか集いの場所として、開放しようかなと思いました。それで、いろんなカフェをちょっと認知症カフェを見てみて、どんな感じなのかなっていうふうに勉強したくて行って、今これからねいろんなところに行こうかなと思ってます。まず千葉市内からなんですけど、どっかで見かけたら声かけてください。はい。そういうのもあって、市役所の方に行って、ちょっと相談してみようかなと思ってます。自宅で集いの場を作ることができて、で自分が主催であれば、認知症の、基礎講座とか、あとは認知症サポーターとか。認知症サポーター養成講座かっていうのが、できるので、僕はキャラバンメイトにさせてもらっているので、認知症のサポーターの、講師もできますよとで なると結構ね認知症カフェとしてたくさんのことができるかなと思ってます。でゆくゆくは、子どもたちとかも集えるような場所にしていけたらいいなって思ってます。やっぱり毎日やるってなると結構大変なので、まずは週1回月1回とか、曜日固定してやってみようかなって思ってます。はい、で、今後どうなっていくかですけどね、市役所の方で聞いて、できそうだったら、それは皆さんにもやっぱりどうやってやっていったらいいか、お伝えしていきたいと思います。そしたら皆さんも自宅を開放するとかっていうことができるかもしれない。そうすると、認知症カフェみたいな、ご高齢者様とかね集まれるご家族様が、気軽に集まれる場所っていうのがまたね増えていくので、ぜひねこういうのを皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。じゃあ今後、僕も市内とりあえずいろんなところ行ってみたいなと思っているので、もしねお会いすることがね皆さんとできたらいいなと思うので、行く前には、なんかツイッターとか、Facebook とか SNS で一度、発信をして、それから行こうかなと思うので、お近くにいらっしゃる方ね、よかったら来てみてください。はい、なんかね一緒に勉強して、できたらいいなと思います。はい、じゃあですね、そろそろもう時間も10分経ってくるので、そろそろと、昨日なんか、結構綺麗な月が出ていて、でね月の近くにちょっと今写真出しますけど、大きな星があって、すごい綺麗な。これ何なんだろうなと思って、本当に星なのかな、もし知ってる方いたら教えてください。はい、じゃああとはキーワード言っていきましょうか。需要あるのかな、わかんないけど、一応じゃあ昨日は A、言っていくか。昨日は A だったんですけど、じゃあ今日は N でいきましょう。はい。これ集めていただく、集めるっていうのかな、まあ、やっていただいて、ホワイトデーにプレゼント、どなたかね、まあ、1名にできたらいいなと思ってます。じゃあ今日はこの辺でいってらっしゃい。そしていってきます。